日本を自分たち日本人で守るためには、自国の防衛産業を発展させることが欠かせません。必要不可欠となります。これは国防のために当然必要な国家の自助努力、自分たちで努力することであると当時の政策
どっちが美味しいですかね。究極の選択なんですよ。当たり前コーク。グループいますか。